応この時間の話なんですけど、うん、まあ、僕の隣に本当に剛毛な女がいて、うん、ものすごい髪の量の、あ、そういう意味ね、すんごい量なんですよ、うん、山崎って女で、で束ねるんですけど、うん、もうこんなでそのちょっと、ね、レゲエやってたみたいな、もう一本できるんです、でっかいのが、ものすごい女で、ボブマーリーっていういうあだ名もついたぐらいの女で、一本目出来上がってるんですよ、うん、で、まあ、僕がいて、その剛毛がいて、で、まあ、A 子ちゃんが、で、A 子ちゃんがいるわけです、カスカスのやつで例えしてるから、まあ、あれですけど、で、ナポリタン出て、で、食べてたんですよ、うんうん、で、この山崎が、うん、まあ、こう、食べながら、こう、その A 子ちゃんに向かって、パッて喋るんですけど、うん、その時に、こう、結構勢いよく行ったから、うんうん、その、ボブ周りの、この、うん、ポニーの部分がね、うん、パーンってこっち来て、僕のナポリタンの上にパーンって滑り込んだんですよ、ドーンって乗って、うん、僕、その、何も言えなくて、うん、なんか、リアクションも取りづらいじゃないですか、うん、誰も気づいてない、僕しか気づいてないから、もう、多分こういう状態で行ったら、うん、またパッて向き直って、まあ、自分の飯食いをして、うん、で、まあ、そのポニーがパッてなくなったら、うん、もう、ほんと、ナポリタンのエキスほとんど持ってかれて、茹でた麺ぐらいの状態しかないんですよ、ほんとに。めっちゃすごいやん。ナポリタンポニーテールなんで、もうナポニーテール、ナポニーテールリアンですか。アイデアが抜群じゃん。一個ここにも出来上がってて、で、僕何も言えなくて、で、またこいつが結構しゃっくいながら喋るんで、またそのナポニーなんですか、そのね、ナポリタンプワンって来るわけです。スパッてやって、プワンって行って、レイコちゃんと喋ってて、で、またこっち向いたとき、そのナポニーテールリアンがパーンって僕の顔に振り子の理論パシャンって来て、ピーマンとか玉ねぎいろいろパーンってついて、あ、こんなんなったら、そいつ僕に対して、あんた食い方汚いわねって言ったんですよ。いや、お前のせいだよって言ったんですよ。だから、これはしょうがない、これは途中を楽しむもんですよ。でも、綺麗に食がなくなっちゃう、なんとなく着地点が分かりながら聞いてるから、やっぱ思った通りに着地顔がテンパりだし、しょうがない今あたりでもう多分もうないよっていう。いや、でもその、なんていうの、昔流行ったワンレンの、うん、あの人がちょっと電車乗ってたんですよ、うん、そして髪の毛をこうガシャンってかき上げると、うんうんうん、結構ね、こう川原ぐらいに俺こうやっちゃったワンレンをガシャンってやったらクソーって目に髪もう地面に地面にあるのが来たと、もう距離かき上げこうやったらもうドッグサーッ、丸の距離教えてください。いや、ほんま離れんのかい、ほんまの距離離れんのかい。バイトしましてね、なんだろうね、コールセンターのなんか、ね、フレーム処理みたいなバイトしてるんですよ。フレーム処理っていうか、なんだろうね、機械のね、Wi-Fi ルーターの、窓口のバイトしてるんですけども、もう怒ってくる人が多いんですよね、本当ね、もうね、もう怒ってくる人のね、もう言うたらもう、普通、もう なんでお前らのその商品がどういう、ながねえんだよっていうような想像するじゃないですか、もうすごく怒ってる人のこのクレームの、もう音っていうのがすごくて、お電話ありがとうございます、なんとかですって言うじゃん、そしたら、後輩見てますよ。いや、ほんと。お電話ありがとうございます。なんとかなんとかセンターでございます。バーン！バン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 ！バーン！だよ、お前。いや、ほんとかよ。ほんとなの。マジっすか。すごい。バーンっていう商品名的なことでもない。違う。もうそこに凝縮されてる。お前の金がバラーって。それが、もう凝縮されてる。バーン！よくてね、それからってなんて答えるいや、お待ちくださいませ。お待ちください。まだだもん。ほいでね、まあそれはそれであるんですけど、ほいでね、もうちょっとボケてる方がまたかけてるんでね、あれが、あれで、あれなんですよね、この機械のこのあれがあれですって言うんだよ。その時はもう俺、落ち着いて、
あれというのはどちらを指しますでしょうか。出ねえ。しょうがないだろ。しょうがないとしょうがない。